こんにちは、玉置です。今回は鬼滅の刃のディフォルメシールウェハースその10をいつもの流行りのスーパーさんで買ってきたんで、こちらを2ボックス開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では8月28日の月曜日に発売ということなんですけど、いつものように大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されているところが多いんじゃないかなって思います。コンビニは発売日通りに月曜日に店頭に並ぶと思います。それでは早速見ていきましょう。まずはパッケージ確認です。パッケージは2種類となります。こんな感じですね。でこちらが刀鍛冶の里編かな。むいくんとみつりちゃんがねメインで乗ってて、まあ原油とかねこんな感じで乗っております。でこちらなんですが、記念すべき第10弾ということでね、前回ね復刻版の投票がやってますよとお知らせしたんですが、それのねラインナップが決まったということでね、公式のページにはもうねラインナップが載っているんですが、こんな感じとなっております。ね善逸とかもね結構ちょっとシークレットみたいなのもね気になってたんですが、まあ結構最初の方とかが投票のが多かったのかな、ねずことかね。でラインナップなんですが、じゃーん、こんなもうやばいですよ今回はねノーマルが少ない感じとなっております。でここのねピンクのところが復刻版の極みレア、でここがまあいつものね極みレアということで、やばいですね。極みレアがここから緑とピンクです。ここも入っててね。なのでいやー封入率どうなんだろう。復刻版がいやそんな4枚とか入ってると思います？入ってないよね。入ってたら嬉しいけど、で普通の緑の極みレアがどうなんだろうな。これいや2種類入ってて、でもそれするとこっちも 4-2 とかで入ってたらめちゃくちゃ嬉しいけどねえ、できればさ運が良かったら2箱で揃いますっていう感じのがねえ嬉しいけど、まあ、今回も全20種プラス8種なのでね、まあ1箱じゃ揃わないんですが、いやどうなんだろうな。封入率気になりますよね。いやこれねこのピンクのとか、まあ、緑のところとか極みレアがいっぱい入ってたら、いや今回は買いですよねちょっと開けてみないと分かんないんですけど、ではねじゃあ順番通りに戻して上だけ開封して準備したいと思います。準備ができたので順番に見ていこうと思います。配列が気になる方はご参考程度にお願いいたします。ということで今回はですね、パッケージが別のものがね前に来ているものがあったのでこちらを選んできました。いやでもねそうなんだよ、これとこれがね前に来てたやつが結構何種類かあったのでどうしようかなと思ったんですが、1個飛びで、そうこれが一番前にあったやつで、これが1個飛ばして向こう側にあったやつですね。なのでどういう風にあの業者さんが入れてくれたのかわからないんですが、ちょっと繋がってなさそうなところをね取ってきました。ではね見ていきましょうか。では行ってみましょう。これは何かあるのかな。まあいつもの感じですかね。まあ、特に新しい情報とかではなく、まあ、普通の宣伝ですね。じゃあ行きましょう。ドキドキ、せーの、おい、おーねずこ、これもしかしてあれじゃない。いやこれだ、そうねこれが一番最初に入ってるっていうことは、ちょっとカミカミでごめんなさい、びっくりして。いやちょっとこれはいいんじゃないの、いっぱい入ってる可能性がありますね。いやこのホロの感じ結構好きです。そして白押し、いや素晴らしい。投票企画って書いてありますね。かわいい、いいですね。復刻になると普通のノーマルのかわいい感じのねずこもこんな感じで再現して、まあね全部が全部復刻のねそのまんまという感じではなくて、こういう風にアレンジしてね復刻してくださるので、もうほんと別物なんですけど、いやかわいい。そしてこの七色に光る感じいいですね。このホロの感じね、フラットのも好きなんですが、この何スターダストみたいななんて言うんだろう、この散りばめられた感じの細かいやつ、これも結構好きですね。いやー行きましょう。じゃあ2個目、せーの、おい、おー出ましたね、ガラクです。いやこれ皆さんどれが分裂した中でどれが好きです。いやみんなかっこいいんだけどね。あーいいですね。いやこれはとりあえず揃えたいよね。次、せーの、おい、おー連続してきましたね、すごいかっこいい。やっぱりそうねどうだから、関どうなんどうだからね、怒ってる感じがすごいですね。いやこれはいいですね。いやねずこまぐれだったか、一番最初に入ってたの。ポコポコ入ってそうな予感はしたんだけどな。せーの、おい、あーそうね、やっぱそう、すごい、キユさんです。ナギ、でもナギはこのさちょっと凛としたね感じがめちゃくちゃかっこいいです。あーそしてねずこは金の箔だったんですけど、キユさんは銀の箔となっておりますね。あの前回のカードの時、普通のウェハースのカードの時もキャラクターによってねこの箔の色が違ったんですけど、これはいいデザインですよね。
そう、金でもかっこいいかもしれないけど、やっぱり水の呼吸だから、このシルバーの感じがめちゃくちゃいいわ。次、せーの、おい、おー、かわいいやつ出ましたこれね、イノセケが天井にいるところですね。かわいい。あー、これはノーマルですね。そう、ノーマルだとキラキラしてないから絵柄がね、ちゃんと見れるのが、うん、いいところです。じゃあ次ね、折り返し、右側折り返しとなります。せーの、出ましたね、よりいちさんゼロ式、これもね、欲しかったやつです。うん、やっぱり新しいキャラのものとかは、まあ、キャラというか、まあ、これ人形からくりなんですけど、まあね、欲しいですね。次、せーの、ほい、おー、ゲンヤー。おや、これはスーパーレアとかかな。あ、そうだね。いや、スーパーレアでこんだけキラキラしてるのめちゃくちゃいいよね。スーパーレアでいいんだよねいいんだよね、そうだよね、そうだよね、3つ。うん、いやー、鬼滅はやっぱり豪華ですね。スーパーレアでこんなに、うん、比べるとこんな感じなんですけど、そう、白じゃないか、白か白じゃないかぐらいの感じかな。うん、次、せーの、ほい、おー、出ました。いや、ちょっとね、この、うん、哀愁漂ってる感じが、まあ愛だからそうなんだけどいいですね。うん、よっ、次、せーの、ほい、おー、ねじこの、これは新しい斧だね、うん、鬼か信仰地って、あ、ちゃんと書いてあるんだね。いや、かわいい。おー、次、あ、右側ラストです。どうだ、これでもう一個くらい復刻が入っててくれ、もう復刻か普通の極みレアが入っててくれるとちょっと良心的かなって思うんですが、まあ、せーの、ほい、出ましたね。これあれだよね、復刻の煉獄さん。あー、やっぱり復刻いっぱい入っててくれるんだ。いや、今回は箱買いしていっぱい集めたい感じじゃないですか。うん、まあ、多分ね、まだ今からでも予約というか通販できると思うので、ちょっと気になった方、うん、ポチポチしてみてください。今回は買いかもしれないです。こんなに豪華なものがたくさん出ますこれあれですかね、バーコード送ってもらえるものの煉獄さんだったかな、まあ、間違ってたらごめんなさい。公式サイトに多分書いてあると思うんですけどね。では左側行ってみたいと思います。善逸が出ません善逸がね、復刻版の方は、ね、欲しいんだ。そうなんで、刀鍛冶の里編ってなるとね、善逸の出番が、うん、ほぼないので行きます。せーの、ほい、お、隠しといいですね、炭治郎。あ、ちゃんと鼻の穴を塞いで、耳を塞いで炭治郎仕様で、うん、かわいいです。次、せーの、ほい、お、出ましたね。これで一応分裂の、お丸の分裂は、うん、揃いましたね。いや、どれもかっこいいんだけどね、私このなんかこんな感じ、ちょっとね、やっぱ笑顔みたいな感じのが笑顔って言っても怖いんだけど好きかな。いや、みんなかっこいいんだけどさ。次、せーの、ほい、かなおちゃん、かわいいね。え、ほんとこのシーンね、ちょっとかなおちゃんのこの感情がちょっと現れてる感じがいいですよね。次、せーの、ほい、お、原野ですね。これは普通の原野です。うん、あ、でも一応レオなんだ、ノーマルじゃないんだね。うん、次、いや、善逸が欲しい。せーの、おい、お出ました。いや、すごいじゃない、ホタルちゃんホタルちゃんって言ったら怒られるよね。うんいや、これね、仮面が外したところとかも欲しいけど、うん、あ、ここのラインに復刻は入ってなかったですね、前半。じゃあ左側後半いきます。せーの、おい、お、かわいいのが出ましたノーマル少ないけど、うん、出てくれてよかった。ノーマル少ないとノーマルが揃わないってなる時があるからね。うんかわいい。次、いや、普通の極みレアが出てない感じ。せーの、ほい、あ、言ってたら来たかも。そうだよね、あ、増悪で、いや、めっちゃかっこいい、すごい、いや、すごいけど、これね、黒いバージョンだとね、ちょっと嫌だなっていうね方が、まあ、なんか前回いらっしゃったらしいので、そう、まあ、好き嫌いは分かれるね。そうだね、まあ、カラーのがいいかなっていう方もいらっしゃると思いますけど、
なんかやっぱ黒だとシックでさ、この和風な感じに合うというか、素晴らしい、かっちょいい。次、あともう一個グラフここ欲しいね。そして前室が欲しい。せーのーい、ダブリ。ダブリかー、そっか、箱ない。そうだね、ダブらない時もあるけど、ダブるんだよね、なんか一個二個ね。いきます、せーのーい。お、なんかここに来ていきなりダブリだよ。じゃあラストいきます、一箱目ラストいきます、せーのーい、いくんです。これはレアかな、うん、そうですね、うん。こんな感じとなっております。やっぱね、ムイくんの活躍の時の水のエフェクトがめちゃくちゃ綺麗だったのでね、アニメいいなと思いましたということで、一箱目の開封結果はこんな感じとなりました。で、左側に復刻版が全然入ってなかったんですが、普通の極みレアがね1枚入っておりました。で、封入率なんですが、まあ、普通の極みレアが1枚、そして復刻が 1,2,3 枚、そしてスーパーレアが3枚ということですね。なので、この封入率がいいのか悪いのかちょっとわかりませんが、左側にね、一つの復刻版が入ってなかったので、もしかしたら外れ箱かもしれません。では、二箱目行ってみましょう。では、二箱目行ってみたいと思います。前室がね、まだ出てないんですよ。なので、前室狙いでね、行ってみたいと思います。あとは、そうね、まあ、出てないものが出てくれれば一番いいんですけど、あ、そうね、みつりちゃん欲しいですね。うん。みつりちゃんとかかな。行ってみましょう。せーの、ほい。おお、イノシケ、いいですね。これ出てないやつだ。やりました、復刻版ですね。さっきもそうだったんですが、右側の一番最初復刻版が入っておりました。うん、あ、その確率はね、あの低いかもしれないんですけど、一応ね、2箱続けて一番前が復刻版でした。じゃあ次、せーの、ほい。あー、これどうだ、さっきもね出てきたけど、次、せーの、ほい。これね、ちょっとかぶったねなるべくなら新しいのが見たい。せーのーい。あー、どうだろう。いやー、ここに来てかぶりです。いや、今回外れだったかな、ちょっと迷ったんだよな。もう一個の箱もあったんだけど、せーのーい。あー、続けて。いや、さっきの箱結構ポコポコね、極みレア出てくれたんですが、これ出ませんね。いきます、せーのーい。しのぶさんが出てくれました。いや、まあそうね、これがかぶらないのはいいですね。うん、そう、このね、しのぶさんがのこのシーン結構ね、いろんなところで使われているイラストですが、このディフォルメになるとね、また可愛らしさが際立っております。いいね。次、せーの、ほい。あー、これ出たやつだね。よいしょ。次、せーの、ほい。あ、みつりちゃん来てくれました、よかったです。ちょっとノーマルとかあのレアとかが被ってしまってますが、この辺のね、キラキラしてるものキラキラしてるものが被ってくれてないので、よかったなぁと。うん、いい感じですね。この目がね、キラキラしてるのが、まあ、みつりちゃんだと合うかなみたいな。うん、次、せーの、おい。おう、じゃあ右側ラストです。全員来ないかな、せーの、おい。あ、ねずこ、あ、ここに来てねずこになってしまいましたが、どうだろう。結構ね、これの順番とかが、うん、ある気がするんだけどな。では左側行ってみましょうか。さっきねずこの次に復刻版はギフさんか何かが出たんだよね。なのでちょっと順番が決まってたらダダかぶりな予感がしますが、ランダムであってほしい。まあ、せーの、ほい。うん、ここね、次、せーの、ほい。あ、これはスーパーレアかな、なんだろう。あ、 4? あれ、極みレアなんだ。極みレアの、10の18。あ、炭治郎、極みレアだ。一応白なの、白じゃない、あ、白なんだ一応。熱がアホロの白なのかな。あ、そうですねちょっと光の加減によって、うん。お、ここに来て極みレア入ってましたね。うん、右側もね、さっきと同じように3つ復刻が入ってたんですが、左側に普通の極みレアが入っておりました。いや、これ全員きついかせーの、おい。オッケーやね、せーのーい。おー、ダブリが多いよ。せーのーい。おー、ちょっと左側がさっきもそうだけど、あんまりキラキラが入ってませんね。折り返しです、せーのーい。あー、かなおちゃん嬉しいけど被ってしまいました。うん、あ、でもそうなんだよね、スーパーレアも5種類しかないから、あ、少ないといえば少ないそうなんですよね。いや、あと1個ぐらい極みレアか復刻レア欲しいね。せーのーい。おー、ここか。いや、なんか
その他がキラキラしてないもの以外がすごい被りますね。せーのーい。いやそっか、でもそうだよね、半分もいかないけど半分近く極みレアだもんね。そっか。じゃあ残り2個目、残り2つです。せーのーい。あーあーあー、いやーそんなこともあるよね。貴重な極みレアがダブリでした。炭治郎でした。うん、炭治郎もいいけど、じゃあラストは何だろう。ノーマルかな。まあ善逸が入ってたら嬉しいけど。そんな奇跡が起こらないかななんて。いきます、せーのー、はい。あーそうね、ダブリでした。ということで2箱目の開封結果はこんな感じとなりました。さっきの箱と若干封入率は違うんですが、まあ、左側にね普通の極みレアが2つ入っていて、で右側にですね復刻レアが 1,2,3 枚入っておりました。でスーパーレアはそれぞれ片方ずつに1個入ってたので2枚ですね。それでは一旦並べ直してみたいと思います。はい、ということで一応順番通りに並べてみましたね。こんな感じの開封結果となりました。まあ、結構ねダダかぶりかなとも思ったんですが、そうですね、箱内のダブリとかもあったんですけど、この辺のね極みレアとかがまあまあダブった部分もありますがね、ダブらずに出てくれたので、まあ、思ったよりはね揃ったのかなという印象です。であと何が出てないかというとですね、こちらが剣矢の極みレア、そしてここが炭治郎のスーパーレア、それからここが玉子の完全なる美しき姿ですねの極みレアで、あとは復刻なんですが、まあ、炭治郎と善逸、ね、善逸が出てなかったんですよ。そしてここが天元さんですね。で、まあ、今回の、ね、封入率を見てみますと、割と一箱に、ね、3種類の復刻レアと、まあ、私はね被っちゃったんですけど、普通の極みレアがね1枚だったり2枚だったり入ってたので、スーパーレアもね割とちょっと今回はネックじゃないのかなと思います。いい感じにねばらけて出てくれれば、被らずにね出てくれれば揃うかとは思うんですが、被っちゃったりするとね、わー割と出ないのかなとね、一箱に1種類から3種類だったので、うん、まあ、運が良ければねそれよりも入ってるっていう箱もあるかとは思うんですが、なので皆さんはね当たり箱をゲットできますように祈っております。ということで、ディフォルメシールウェハース記念すべき第10弾のご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバイ。